韓国では新型コロナウイルス感染症パンデミックの中でもバイオヘルス産業が韓国の主力輸出品目10位圏内にランクインしたのには、韓国製診断キットの急激な輸出増加のおかげが大きいという結果が出ている。今日韓国の産業通商資源部と関税庁によると、今年1月から4月までの4ヶ月間、 診断キットの輸出額は2億2598万ドルと集計された。1月から2月までの輸出実績はそれぞれ3400ドルと64万2500ドルとビビたるものであったが、新型コロナが全世界に拡散した3月には2410万ドルと一気に増加した。 4月には前月対比で8.3倍も増加した2億123万ドルまで急増した。輸出国も1月は1角国で2月33角国、3月81角国と増え、4月には103カ国に達した。 これにより診断キットを含めたバイオヘルス品目は4月の1ヶ月間で10億8500万ドルの輸出を記録し全体品目で8位に上昇した。これは韓国の主力品目である半導体、一般機械、石油化学、自動車、鉄鋼、石油製品、プラスチック製品に続く順位である。バイオヘルスはシステム半導体、 未来自動車と共に韓国政府が未来革新成長を引っ張っていく戦略的な投資対象として選定された三大新産業である。韓国政府の投資拡大と新型コロナ貿易対応に向けられている全世界の公表の中でなされた輸出上昇により、外国人投資誘致拡大というシナジー効果が生まれるのではと期待されている。 韓国産業部の当局者は、韓国のバイオヘルス関連企業に対する評価がとても良くなり、投資への関心がかなり高まっているという話を業界を通じて聞いているとし、今はコロナ事態でコンタクト自体がまだできないが、事態がもう少し緩和されれば目にまみえる成果が出てくるものと見ていると語った。